どうもありちゃんです。今日はシーンの商品で天使と悪魔の仮装をやっていきたいと思います。もちろん一人で、はい、ということでやっていきましょう。スタート。ありチャンネル。では天使の仮装からやっていきたいと思います。まずはアイテム紹介から。まずこちらのワンピース。こちらのワンピースはかなり胸元が空いてるので、インナーは必須ですね。何でもいいので、白のキャミソールとか着たらいいかなと思います。私も着用してこちらを着ようと思います。そして、こちらベルトです。スカートの中に履くこういったパンツを着用します。そして、こちら天使の羽と羽についてたこちらの小物たち。こちらが天使の輪と、なんだろう、ステッキ。そして天使の輪がついてきてるんですけど、白のヘッドドレスが可愛いなと思ったので、こちらも着用したいなと思ってます。そしてアクセサリーでこちらのチョーカーとこちらのネックレスを着用したいと思います。靴下はこちらを履きたいと思います。では天使の仮装がこちら。天使ちゃん完成しました。こんな感じになります。なんか無理やり天使の輪をつけました。普通に可愛くない？羽のクオリティがね、いいよね。とっても可愛いです。この天使の輪はなんか後ろから差し込むようにしてつけてます。でヘッドドレスをつけて、でチョーカーすごく可愛いです。でこのネックレスもね、あるのとないのじゃかなり違うので可愛い。でベルトもしっかり締まって、ウエストがキュッてなってすごく可愛いです。下はこんな感じです。靴下とかね、全然見えないんだけど、こんな感じで出歩けないように黒いの履いちゃってるんですけど、こんな感じですね。でこれなんですけど、中にパニエを入れてます。パニエなしだとこんな感じで結構ボリュームが少ないかなと思ったので、パニエを入れたら可愛くなりました。持ってない人はシーンにもパニエ売ってるので買って着用したら可愛いと思います。はい、ということで天使ちゃんでした。天使の輪がない方が可愛いかも。では次は悪魔の仮装をしていきます。まずはアイテムの紹介をしていきます。こちらのトップスにこちらのスカートを合わせていきたいと思います。こんな感じですね。こちらのトップスは問題なしでめちゃくちゃいいです。このスカートなんですけど、一番小さいサイズを買っても少し大きかったので、ここの部分端っこを安全ピンでちょっと留めてサイズを小さくしております。スカートの下に履くこちら、こちら黒の羽です。黒のヘッドドレス、黒のヘッドドレスに組み合わせてこういう角とかこういうデビルの羽を合わせてつけたら可愛いかなと思って、可愛かったらつけたいと思います。こちらのチョーカー、靴下はレースの靴下。はい、では悪魔の仮装がこちら。可愛くない？やっぱり黒はいいですね。で一応気持ちここにね、角をつけてみました。悪魔といえば角かなと思って、ただまあ真っ黒であんまほぼ分かんないんですけど、気持ちつけました。でヘッドドレス、とっても可愛いです。でチョーカー、お洋服、ちょっと腕を上げたりすると腹チラするのがまたこれが可愛い。下はこんな感じで、これはパニエが今ない状態なんですけど、パニエなくても可愛い気がする。
でもこれは安全ピンでこことここをちょっと止めて絞ってるので、その分ここがちょっとふんわりしてるのかなって思います。でもパニエをつけるともっと可愛いので、パニエありでもいいかもしれないです。パニエを履くとこんな感じでボリュームが出ます。ちょっとボリューム出すぎかな。うん、すごく可愛いんだけど、なしでもこれは全然いい気がします。はい、ということで C の商品縛りで天使と悪魔の仮装をしました。いかがだったでしょうか。いや結構ねいい感じだったんじゃないかなと個人的には思います。本当に C はすごいですね。安いのに可愛いっていう、本当にありがたいでございます。はい、ということでもうハロウィンまであんまり時間がないですが、よかったら参考にしてもらえたら嬉しいです。ここまで見てくれてありがとうございました。インスタ、TikTok、X もやってるので、よかったらそちらもフォローしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画で会いましょう。もうすぐハロウィンなので、みんなハロウィンを楽しんでください。ハッピーハロウィン。バイバイ。